Hi, I'm Dr. D. So how are you guys doing? Okay, so today what I like to focus on through this video is how to pronounce recognize, which is the word I used to struggle to pronounce a lot, especially in a song. So today I like to share it with you. はい、どうもこんにちは。発音トレーナーの Dr. D です。今回の動画では recognize、英語では recognize。で、ここに含まれるこの G の音ですね。これをどういう風に発音していくと英語っぽくなるのかっていうなんかちょっと地味な感じでやってみたいと思います。昔ですね、歌歌ってた時にマルーン5の This Love っていうのがあるんですね。英語で言うと This Love ですね。これ の, 冒頭の部分にこう出てくるんですね。 Recognize っていう単語が、こんな感じです。I was so high, did not recognize the fire burning in her eyes, the chaos that controlled my mind。でこうやって始まるやつがあるんですけども、この recognize っていうの初めうまく発音できずに I was so high, did not recognize なんかこうやって発音しちゃってて、なんかこううまくリズムに当てはまらないなっていう感じがしてたんですよね。でまあちょっと突き詰めていくと、あ、recognize って G あんまり発音してないんだみたいな感じで落ち着いたんですけども、今回はそのあんまり発音してないんだっていうこういう感覚のものをちょっとやってみたいなと思います。まず、recognize というのをこうシラボーごとに分けてみると分かりやすいと思います。recognize この3音です。だからこれを例えば recognize って発音しちゃうと recognize って4つの音になっちゃうんですね。でもこれはもう recognize って3つの音でできてる単語なので、やっぱり3つに収めなきゃいけないっていう時にこの、recog のこの G の部分ですね、これをグっていう風に破裂させちゃうと単純に音が1個増えちゃうんですよね。 recognize こうなっちゃうんですね。だから基本その音節の、まあ、これシラボーに分けてて、各シラボーのそのケツにあるシーンっていうのは基本英語ってあんま音出さないんですよね。recognize で特に破裂音系グッとかクッとかトゥッとかドゥッとか、プッとかブッとかこういった破裂系の音が、音節のこのケツにある場合で、さらにその直後にまた子音がある、この場合だと N がありますよね。だからこういう場合っていうのはその音をミュートするわけですね。音を止めちゃうわけです。なのでこうなります。 recognize G のポジションに行くけどもあんま音出さないようにする。 recognizeRecognize。 そうすると3つに収まるわけですね。 Recognize、 Recognize、 I didn't recognize、 I didn't recognize、 こうなるわけですね。で今度似たような感じでマクドナルドもそうなんですよね。頭の McDonald's、 でこの音なんですけども、これもマク、マクってクっていう音を出しちゃうと McDonald's、 McDonald's って音4つになるんですけども、これも McDonald's、 3つでこう成り立ってるわけなんです。だからめめこう止めなきゃいけないんですよね。この K の音あんま音出さないようにする。マックって破裂ささずに止めちゃう。マクダ、マクドナルズ、マクドナルズ。そうすると結果的に各音節各セラボーの頭の子音が立つようになるわけです。マクドナルズ。そうするとちゃんと3つの音に聞こえる。マクダナ、この3つの音が立つことでマクドナルズ、こうなる。まあこんな感じですね。なのでこう単語をセラボーに分けていったときに、この頭のシーンだけがしっかり立つようにしていく。それで輪郭を作る。そうすると綺麗にリズムに収まる、発音になります。recognize, McDonald's。 これでちょっとまた例文をやってみたいと思います。I didn't recognize that McDonald's was open、これいきます。まずセラボーごとに区切っていきます。で各セラボーの頭のシーンがきっちり立つように発音していってください。2つに分けます。 I didn't recognize と The McDonald's was open、 この2つに分けていきます。 I didn't recognize、 I didn't recognize。 ちなみにこの I didn't の最後の T も一緒ですね。これも I didn't って発音しないわけですね。 I didn't ってこうやってミュートしちゃうわけですね。 I didn't recognize The McDonaldsDonald's was open. The McDonald's was open. The McDonald's was open. これで全部つなぐと I didn't recognize the McDonald's was open. I didn't recognize the McDonald's was open. そうすると一個一個の音符がすごく綺麗な輪郭になって並んでくれるわけですね。 I didn't recognize the McDonald's was open.で、これにストレスを置くとより自然な感じになってきます。
I didn't recognize that McDonald's was open. ストレスを置いてるのは didn't と recognize と McDonald's と open。 メインの単語全部において言ってます。 I didn't recognize that McDonald's was open。 こんな感じでいくとすごく自然なまとまりのある発音になってきます。はい、まあ、今回のトピックちょっと地味でしたけども、いかがだったでしょうか。もしよかったら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。 OK, so see you next time. Bye bye.